皆様にとって、素敵な、一期一会となりますように。巷で何かと話題の婚活。長引くコロナ禍でオンライン形式のイベントも多くなる中、それでも愛する人は直接会って自分の直感を信じて決めたいもの。実は今県内でも対面型の婚活イベントが再び増え始めているんです。だんだん甘くなる。その背景には地域をもっと知ってもらいたいという県内各地の自治体と企業の願いも込められていました。カップル組数は県内の最新婚活事情に迫ります。2月中旬の JR 今治駅、県と今治市が連携して主催する婚活イベントに多くの参加者が県内外から集まっていました。彼らが向かう先は大三島のいちご農園。大三島で育てられるいちごの魅力をより知ってもらおうと婚活の舞台に選ばれました。男女の未婚率の上昇は今社会的な問題となっていて、厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所によりますと、2020年の調査では50歳児の未婚率の割合は20年前と比べ男性でおよそ2倍、女性では3倍近く上昇しています。県内の未婚率の割合もこの20年間でほぼ同じ割合で上昇しています。未婚率の上昇、その背景として挙げられるのが例えば出会いの場の減少です。最近ではコロナ禍も要因の大きな一つとなっています。確かにコロナで採石とかも少なくなっちゃってるので、出会いっていうのは全然ないかなって思うんですけど、あんまりちょっと全ないですね。やっぱりコロナで出かける場所とかも限られてくるので、インスタでたまたま知り合って DM して話して仲良くなったみたいな感じ。それは親からの紹介、お見合いです。こうした中、新たな出会いの形も主流となっていきました。それがオンライン婚活です。ただオンラインでは直接会っていないため、カップル成立まで進まないケースも多くあるといいます。そんな日々変わり続ける出会いの形、それに力を入れているのが県が委託している婚活支援機関の愛媛結婚支援センターです。こちらでは原点に立ち返り、恋人を探す人同士が直接会って親交を深める参加型イベントにも力を入れています。そこにはやはりこんな理由があるといいます。オンラインでやり始めたんですが、やっぱり、ね、続かない。なかなか対面でリアルで会った方が続くんですよね。五感で感じるというのが一番大事だと思うんですよ。雰囲気とかですね。カップルの出会いの場の創出に合わせ、県内では各自治体と企業団体が連携して若い世代にその地域の魅力を知ってもらう取り組みを合わせて進めています。その取り組みの一つが先ほどの大三島で開かれた婚活イベントです。皆様にとって、素敵な、一期一会となりますように。イベントには県内各地から男性10人、女性8人が参加。中には大阪からの参加者もいました。こちら今治市から参加したという30代の男性、今回顔出しでの撮影に応じていただきました。今日イベントどういった思いで参加されたんですか？そうですね、いい出会いがあると思って、本当に1年前の時とかはこういったイベントも全然なかったんで、やろうとしてもちょっと久々に、こういうことに参加できて気合が入ってます。瀬戸内の青い海に浮かぶ大三島、そこに集まった男女18人のドキドキ甘酸っぱい婚活イベントが始まりました。まずは主催者から
こんな提案が。今からもう喋らないということで、私だけ喋らせていただいて、マスクを取っていただいてよろしいでしょうか。気になる参加者の素顔が見られるコロナ禍ならではの数少ない貴重なチャンスです。見えた方がいいですよね、やっぱり。はい、一ノ瀬さんとね、一ノ瀬とツイトンとじゃ印象が違うんで、ちょっとイメージも変わる感じですね。続いて行われたのがプロフィールトーク。異性の相手1人につき5分間の会話で、趣味の話やお互いの共通点などを探ります。あれずっと、いや、大学で松山。ああ、僕も大学松山の友達よ。気になる相手がいれば、ファーストインプレッションとして相手の携帯電話に星マークを送ることができます。これもお互いの第一印象を知る大事な手がかりです。まだちょっと探りきれてないですね、いろいろ。まあ、ふんわりした趣味とかしか聞いてないです。気になる方とかもいらっしゃいました。そうですね、はい。じゃあこの後頑張ってみたいと思います。そしてイベント最大の目玉、いちごの食べ放題のフリータイムがやってきました。甘いいちごの香りと優しい甘さで、一気にお互いの距離が縮められるのが狙いです。また自治体としては、ここでもしカップル成立となると、若い男女の心にそのきっかけとなった大三島のいちごが深く刻まれることも期待できます。だんだん甘くなる。一方、今治市の男性は、ちょっと待って、私が見たところね、向こうの奥あたりがね、赤いのいっぱいあったから行ってきて。ね、向こうから3列目、奥向こう開始早々、ボランティアの人の助けもあってツーショットに成功。その後もいろんな女性との会話を楽しんでいました。気になる女性は見つかったのでしょうか。開始から40分、楽しい時間もあっという間に過ぎ、残すイベントはマッチングタイムのみ。一日を通して気になった相手を第三希望まで選択します。果たしてカップル成立するのでしょうか。本日の、カップル組数は全部で、4組。女性の半分を占める4組がカップルに成立しました。今治市から参加した男性の結果は、なんとカップル成立、連絡先の交換に成功していました。どうですか今の気持ちは。あ、嬉しいですね。結構なかなか難しいところもあったんですけど、よかったです、話せて直に。まあ、ゆっくり食事もして仲良くなれたらと思います。あんまり大きな声では言うんですけど、はい、顔ですか。あ、だそうですけど。中身も当然ですよ。全部ですかね。全部が良かったなと思います。ご飯に行こうと思います。カップル率5割とハイレベルな結果となった今回の婚活イベント、その理由は会場にあったと愛媛結婚支援センターの村上さんは振り返ります。向かい合ってご飯を食べるだけだと結構緊張しちゃうんですけど、今日はいちご園ということで、歩きながらこう、ね、話すネタが目の前にあって、しかも美味しさを共有できてっていう、やっぱり場所の力ですかね、そういうのが大きかったかなと思います。またこれで、また今治とか大三島とかに来てもらえるきっかけにはなると思いますので、今治の情報も発信しながら、こういったイベントを通じて来てもらえるきっかけに、なればいいなと思います。深刻化する日本の未婚率の上昇、男女の出会いと地域活性につなげるために、県内の甘い取り組みは続いていきます。